いいと思うよ。野菜はちゃんと足りてるかな？準備万端なのです。包丁もまな板も串もご用意しました。うん、そうしようか。それでは野菜を切るのです。まひるちゃん、頑張りましょうね。うん。串焼き一本ください。少し落ち着いてきたかな。それじゃあ2組に分けて交代で休憩しようか。君たちも落葉祭を回りたいだろう。はい、落葉祭は初めてですから、ぜひいろいろ見て回りたいのです。昼時はまた全員で作業することになると思うから、見て回るなら今のうちだよ。それじゃあ僕と姫神が先に休憩するけど構わないかな。え、何か問題があるかな？ううん、大丈夫。それじゃあ1時間ぐらいで戻ってくるよ。手が足りなかったら電話するといい。それでは初秋さん、まひるちゃん、頑張ってくださいね。昼は今野菜を切るのに忙しいんだ。指切るんだ、危険なんだぞ。分かった、それならいい。別れるんだぞ、そんなのおかしいんだ。ただの友達か？うん、分かった。ただの友達だぞ、変なことしちゃダメなんだぞ。うわぁ、キスはダメなんだ、舐めてるのか？昼だぞ、何も変わってないんだ。真昼は悪口なんて言わないんだ。挨拶代わりなんだ。やっぱりバカにしてるんだ。もう別れたんだ、彼氏ずらしちゃダメなんだぞ。
それなら、いいんだ。何笑ってるんだ？ならいいんだ。トイレに行きたくなった。しました。とても楽しかったのです。おや、まひるちゃんはどうしたんだ？そう、じゃあ交代するから君も休憩してきていいよ。いってらっしゃいませ。ですけど、はい、落葉祭では調理に火を使ったりしますから。落ち着いてください。火災は確認できてませんが、念のため裏庭に避難してください。繰り返します、火災は未確認ですが、教職員の誘導に従って直ちに裏庭に避難してください。嘘、火事？火災は確認できてないみたいですし、煙に反応しただけかもしれませんけど。あ、ねえねえ、見て、あそこ燃えてる。皆さん、ちゃんと避難できてるといいんですが。それにしても、随分と派手に火がついたものだね。早く消防車が来てくれないと、校舎が燃えてしまうよ。いや、見ていないね。私も見ていないのです。まひるちゃんは校舎にいらしたのですか？おーい、静かに。ちゃんと聞けよ。荒北学園の生徒はクラス担任のところに集合するように。点呼を取るんだろうね。誰かいなければすぐにわかると思うよ。私たちのクラスはどちらでしょうか？
事で何よりなのです。校舎にいらしたのですか？うん、びっくりしちゃった。中にいると全然わからなかったけど、外に出たら結構燃えてるしね、ソータ。おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません。ソータ、どこ行くの？でも危ないよ。匂いするな。何かな。
大丈夫だぞ、マイル。今、引っ張り上げてやるからな。ソータも落ちるんだ。マヒルはそんなの嫌だ。嫌だ。マヒルはマヒルのせいでソータも落ちるなんてそんなの嫌だ。話せ。なんでだ。マヒルだってわかるんだぞ。このままじゃ絶対落ちるんだ。あるんだ。マヒルだって、マヒルだってソータのことが好きなんだぞ。だからソータが落ちるぐらいならマヒルが落ちるんだ。話せ。落ちたら死ぬんだぞ。やだ。そうだ。話すんだ。
きなんだ。お前と一緒だから怖くないぞ。また昼もね。一番恋してるんだ。まひるも。もしも僕が消えた後何か困ったことがあったらここに来るといいよ。僕はいつでもここにいる。姿形は見えなくとも声は聞こえなくともね。そうだ、大丈夫か？
天の弱でごめんなさい。わがままばっかり言ってごめんなさい。悪いところ直すから、まひるのこと嫌いにならないで。バカでごめんなさい。キューピーが助けてくれたのかな。ソータはキューピーを見たのか。だってキューピーは恋の妖精なんだ。助けてくれるに決まってるんだ。
ショウタは、マヒルの手を離さないでくれたんだ。だから、今度はマヒルの番なんだぞ。でも、離さないんだ。離さない。離さないったら離さない。絶対、一生離さないんだ。そうだ。マヒルにできることはあるか？マヒルは悪いことしたんだ。別れるなんて言ったらいけなかったんだ。だから、悪いことしたら謝らなきゃいけないんだぞ。謝っただけじゃダメなんだ。悪いことした代わりにいいことしないとダメなんだぞ。お前がしてほしいことなら何でもするんだ。だから、ソタはしてほしいことをマヒルに言うんだ。うん。何を約束すればいいんだ？そんなことでいいのか？そんなの約束しなくても、もう言わないんだ。そうなんだぞ。それはさっきから何度も言ったんだぞ。ソータが言えって言うなら、マヒルは言うけど。一生離さないんだ。しょうがなくても離さないぞ。なんで笑うんだ？マヒルがそんなにおかしいのか？じゃあ離さないんだ。困っても離さないからな。好きでも離さないんだ。